私のアイドルとしての初めてのお仕事、グラビア撮影、撮られるのもまたアイドルのお仕事。プロデューサーさんに一つお願いがあるのですが、撮影の間は私のことを見ないでいただけませんか？これでも勉強してきたのです。アイドルが水着姿でポーズをとっている様子が雑誌にはたくさん載っていました。そのようなことたやすくできると思えません。ましてやプロデューサーさんに見られてなど絶対に。だからせめて見られていなければできるかもしれないとかすかな望みをかけていました。でもその様子ではダメなのでしょうね、きっと。私、そうですか、すみません。私はもうアイドルで、そしてこれはれっきとしたプロのお仕事。わかっていたのです。そんな子供じみたわがままは通用しないのだろうと。芸能の世界はきっと私が今まで生きてきた世界のルールが通用しない、耐えるしかないのではないかと。私アイドルになったと言っても相変わらず人と話すのは苦手です。雲が増えてなまま、正直言ってプロデューサーさんの期待に応えている自信はありません。ですが今日ここで答えようと思います。答えられたらきっと何かが変わるかもしれませんから。それではその撮影で着る水着はどちらですか？ですから水着のグラビアなのですから、水着を。もしや自前で持ってくる必要があったのでしょうか？だとしたら用意が。写真はグラビア撮影とは違ったのですね。己の愚かさと尖学さに顔から火が出るようです、はあ、すみません。改めて撮っていただけますでしょうか、プロデューサーさん。まだ愚かで未熟な等身大の私でも覚悟だけはできていたつもりでしたから、宣材写真にそれを残せたら。